勝利おめでとうございます。ありがとうございます。先の試合の振り返りをお願いします。と前半思うように相手に背後に蹴られてしまったり、自分たちが想像していたものとはちょっと違ったんですけど、ハーフタイムにしっかりみんなで共有して絶対に勝って1位通過でいくっていう目標を立てたので、ベンチにいなかったメンバー含めて全員の気持ちが乗った2点だったと思います。次の試合への意気込みをお願いします。といよいよ決勝トーナメントで負けたら終わりっていう緊張感もある中で、やっぱり今まで練習してきたことを全て発揮して決勝まで行って優勝を取りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。